この辺は全部西木、あれワイカとかはない。いや、ワイカありますよ。あ、これね、こっちは私はワイカやらないなぜかというとですね、やっぱりこうあの地球温暖化になりますとですね、品質的にやばいものができるんですよ。だから私はね、あのワイカ絶対やってないんですよ。あ、そうでなくてもね、やっぱりあのね、こういう軟質だとかね、特に山地のあたりはね、やれるわけですよ。そうですね。だからそれをね、避けるために、私はあえてワイカをやらないんです。けどね、ワイカやる方はね、本当にこまめに動かないといけないんですよ。ですね、雪が降りますでしょ。それであっても大変なのにね、ちょっとそこまでは手が回らないので、それもありますので、両方あってですね、ワイカは絶対やらないと。頑固に固くない。いや、あの背骨の味がいいですからね。はい、味がいいですね。と思います。全然果肉のね、硬さが違うし、そうですよね。だから私はね、もう毎回やらないです。なるほど。